はい、トモです。黄金世代の鼓動は N キーパー他ガチパで連盟最強の日本ソッパに勝てるのか、論集対策したい方必見です。でもその前に、クイズ、結果は何対何だったでしょうか。皆さんお考えください。分かった方ははい、連盟員のみんなが名前を変えすぎて誰が誰だかよくわからない、黄金世代のことです。よろしくお願いします。はい、今日はなんですけども、フレマなんですが、ただのフレマではなくて、論集、まあ論集皆さんすごい嫌だと思うんですけど、自分が N デッキでガチパのガチパなんですけど N デッキキーパーだけ N だった場合に、勝てるのかという検証をまあ多分負けると思うんですけどやっていきたいなと思います。じゃあ、やっていきます。はい、こちらですね。はい、N キーパーいなかったんで SR のサリナスでしたね、ごめんなさい。はい、どうなるかな。ではやっていきます。よろしくお願いします。まあ、今日明日フェス始まるんですけども、全然フェスの話したらとか連盟の子にも言われるんですけども、まあそれよりもまず何だろう、最近よく翼カップ終わるとよく論集嫌だよねってすごい言われるので、まあ論集も自分も嫌なんですけど、論集の時どうやってやってるんですかって言われるんですけど、その時見てもらわないとわからないんで、まあ、ちょっと自分の動画が参考になるかわからないんですけど、論集対策っていうので戦っていきたいなと思います。スタンプを押すのでしまう。スタンプを押すので手間取っちゃったよ。まあ、まずこの辺なんですけど、絶対的にポイントは、論集を打つ人の時は必ず、パスで勝てる人ですね。まずこれがいないと正直でも論集対策って結構できないかな。フィールドパスで鳥かごをするっていう選択肢は全然いいんですけど、なかなかね鳥かごってこう心象が悪いものなので、まあ、そういうのをしないでイメージよく勝っていくというようなやり方をやりたいなっていうところかなと思います。ちょっとね、弓倉くんもパスカットついたんで、スタメンにする速の人だいぶ多いんじゃないかなと思うんですけども、もう最初からこう論習って打ってくるのが分かっている人には、自分はもう徹底的にフィマッチアップ、勝てるマッチアップパス、まあポイントは、論習をされてもなるべくワンハンドキャッチとかスーパーキャッチで済む位置まで、相手のオフェンス陣を下げるというのが自分的にはすごいいいかなと思ってて、まあ、こういうギリギリのところですね、まあ、赤井くんとかだと多分これ取れないんですけど、赤井くん多分やられちゃうんですけど、あえてドリブルっていう、多分三崎くんの時は多分結構皆さんパスをしてくると思うんで、ここであえてこうロベシアとでマッチアップ、そうするとフォワードがここまで、新田君フォワードなんですけどここまで下がってきてくれるのと、ジトとヒューがここまで下がってるんで、今ここから論集打てるキャラっていうのがいなくなると思うんですけど、とりあえず深く切り込むっていうのはすごい意識します。論集でロベッシャー、まあ、勝たなければいけないんで
まあ、なるべくあの自分の得点ができるキャラクターが近くにゴールの近くにいるっていうのも大事ですね。まあ、今ワンセットの攻めで、まあ、とりあえず20分以上かけるっていうのはすごい意識します。あ、ていうか入った入った入った全力ついて入った。今日ね、今のトーマさん目の前にいて検証してもらってるんで苦笑いしてるんですけども、どうぞ喋ってもらえるといいかなと思うんですが、はい、なんかすいません、ちょっとね声もねずっとガラガラなんでなかなか上げづらいんですけど、ちょっと今連盟員の子からこういう要望が多いので、もうこれでもあれですよね、翼なんで論集全力中なんで打つんで、やっぱりあの今まあフォワードとキーパー上げるっていうのがスタンダードになってて、まあキーパー99っていうのが当たり前なんですけど、それをまあ削ってね、どうしても翼カップの多分6段から8段くらいっていうのは遠距離の削り系っていうのは多分全体的に多いんじゃないかなと思うんですけど、その辺の時にねやっぱ苦労しますよっていう意見が、うちの連盟の子たちはそこで結構詰まってしまう子がやっぱり多いので、まあ、6段から8段突破するっていうところでは、まあ、やっぱり論集に対してどうやって今後切り抜けていけるかっていうのはやっぱり大きな課題かなと。まあしょうがないですよね、まあ、今今日これなんですけど、まあ、本来はこれで1回目というところのシュートからと。なんでなるべく相手のボールの保持率を下げるやり方っていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ、そこをうまくやりながら時間を使っていくというのもポイントかなと思います。自分とかだともうロングシューターって分かった瞬間にとりあえず相手のフォワードを潰すっていうところですかね。あと徹底的に今 OMF から下がパスカ持ちが多いんで、まあ、これで翼が潰れたと思うんですけど、ここで頑張ってヒューガまでマッチアップで、多分今ちょっと強引なパスカットなんで心配なんですけど、強引なパスカット A だと多分ちょっと危ないんですけど、多分 B で大丈夫、 B なんで大丈夫かなと。特に今速パーの、速45 9? 速45、日本人速45なんで、まあ、ゴリゴリ結構フィールドパス怖いんでですね、逆属性の場合は、まあ、マッチアップ、有利属性の場合はフィールドパス使いながら自分の保持率を高めていくっていうのは結構やるパターンです。この辺のこう越せるキャラで越していくというような感じですね。で40分ちょっとミスりましたね、ごめんなさい、喋りながらやってると難しい。やった、押された。まあ、これで打たれて逆転なるかどうかっていうところなんですけど、今本来であればでも時間的に今前半で2本しか打たれてないんで、まあ、大丈夫なところではないかなと。まあ負けちゃう、あ、ギリ助かりましたねマッチアップして即死打てないっていうのも大事かなと思います。ちょっと美咲くんに依存しすぎた感はあるかなと思うんで、もうちょっとボール保持率を高める戦略にしていこうかなと。ルベルトを入れていきます。なんか硬いね解説やりながらだと難しいねいつも通りやりたいね。はい、なんか悩んで変えてる。お、なんかよしって聞こえましたよどうなんですかね、まあ、皆さん論集のシューターってすごい困ると思うんですよ。自分も本当に困っていろんな人 の試合とか、まあ、ミラティブとか見させていただいてすごい勉強させていただいて、まあ、とりあえずねやっぱりロングシュート打たせないやり方っていうのを考えなきゃいけない。まあ、結局は保持率を高めるっていう、まあ、これもしょうがないですけど、シュート数を減らす戦い方っていうのをやろうとするとどうしても、起点のキャラクターが他の、
キャラクター、まあ、守備側のキャラクターよりもパス能力が高いっていう、取られないっていうのが非常に大事になってくるんで、その中でやっぱり今回自分は、まあ、さっき見ていただいたんですけど、三崎くんっていうののやっぱりグリーンカットを上げないとボール保持率っていうのはやっぱり高くならないなっていうのがあって、絶対取れないでしょまあ今ねこういうふうに喋ってて勝てるかって言われると、まあ勝つの非常に難しいかなと思うんですよ。だって打てば入りますからなんとかねこれでも勝ってみたいなと。はい、でもね逆転されてます。まあしょうがないんですよね、敵のボールからなんで。でこれポイントは、削られちゃうともう先行されちゃうんで、いかにこう次は逆に今度計算をしてって向こうがうまくやられちゃうとあれなんですけど、まあ、ここからポイントですね。ここから、1点速攻で入れて、1点速攻で入れられてもう1点自分で取るのか、まあ、このまま引き分けのように攻めるのかっていうのはその時のタイミングだと思うんですよ。でこの辺がこうやって強いんですけど、うまくダブルタックルがいない、多分松山君外しちゃったんでこの人はタックルいなくなったんですけど、ちょっとこれ危ないな。これドリブル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 、あーちょっとね取られちゃいますね。これ危ないやつですね。ちょっと自分の選択が今良くなかったですけど、三崎見すぎ、ちょっと速速はパスカツですからね。これが抜けると、あ抜けた、やっぱあれですね、潜在の翼くん強いっすね。でなるべくえぐりたいと、でこう外すと、あー外れない、ここやばいっすね。やばいやばいやばい。ここでまだ全力をしたくないんで、まあたまたまこういうキャラなんで、これで多分大丈夫かなと。で時間を見た時に23分なんで、10分10分で多分1点ずつ入れるのはまあ難しいと思うんですよ。なんで残りの23分で多分1点取れればいいんじゃないかなと。なんでまあ遅攻をどうやってやっていくかって多分人本当に人それぞれだと思うんですけど、遅攻ってめっちゃ難しいんで、自分も遅攻が最初超苦手だったんで遅攻の練習はすごいしました。石崎くん来る弱いんでドリブルで行こうかなと思うんですけど、こうあえてこう、ここがもう読みの勝負になっちゃいますね、マッチアップ的に。これね多分今真面目に話してて見てる動画の人で絶対面白くないんで、後で多分トーマンがいっぱいツッコミとかを編集で入れといてくれると思うんですごい硬いですね小動さんみたいな、そういうのをね。こうであえてここ頑張りたいんですよ。次取るともう負け確定するんで、まあやらしいんですけどこういうことをしていかないとローンシューターにはちょっとギリギリまで焦らずやっていきたいなと。もちろん逆に言うと今決めちゃうと負けが決まっちゃうんで、そこがポイントだと思うんですけど自分的にはいつも。でここ1個もらえるかなと。あまさかのロベルト。で35で焦んないで三崎。多分あれなんですよ、即の論習、まあ皆さん経験あると思うんですけど、43分の同点ってすごい危険だと思うんですよ。43分で同点になっちゃうと正直負ける可能性があるんで、ここで一回石崎飛ばしたいからこの辺に行きます。
まあこれはあの論集対策であくまでやってるだけなんで、実際ね、普通の時はこんなに時間をかけては戦わないんですけど、今38分まで来てるんで、これで多分潰れたんで41、2で多分、あ、10足りないじゃん10足りない問題、もう超下手、すごい動画撮ってて10足りないとか超かっこ悪いんだけど、まあ、たまたまね、あの悔いがないっていうラッキー、まあ、じゃんけんしなくてよかったんだろうけど、まあ、ここで1人また潰れたんで確実に9がで、ここで、まあ、入れば同点で、ちょっとね、うまく 見せれなかった部分もあるんですけど、多分あの結果のところ見てもらえれば分かるんですが、相手のシュート数とかですね、保持率っていうのを逆属性でもやり方次第ではうまく潰せていけるよって、特にね OMF 以下があのパスカいっぱい持ってる人とかもいる、ほとんどの、ね、キャラがパスカ持ちとかでも、まあ、抜けていけるっていう、入るんかい、まあ同点になったんで、こういう戦いは絶対起きちゃうんで、いつも自分も翼カップやってても、この時にやっぱりいかにこう、まあ論習が悪いとは言わないですけど、スタミナをどうしてもキーパーが雑魚くても、まあ、勝っていける戦術っていうのは、まあ、これから特に今持たれたらきつい時代になってくるので、攻め方的にはわーっと、普段自分はもう保持率はだいたい負けちゃうんですよね、ボールキープ率は他の人よりもしょぼくなっちゃう、絶対ボールキープ率低い戦い方をするんですけど、ちょっとロングシュート多めの方とかだとこういう戦い方になりやすいです。こういう時に体力が今残ってるかどうかなんですけど、あ、これすごいですね、今またさっきもそうなんです、今度1足りなくてシュート打てないって209とかすごいですね、1あると589のネオ大会が打てたんですけど1足りなくて何もできないってね、すごいちょっとやらかしがすごいんですけど、ちょっと困っちゃいますねネタで、はい、今日もネタ動画が撮れたかなと思います。なのでちょっと声がちょっと枯れ気味なんであれでしたけど、結果論として、キーパーが、弱いくても、まあ、そこそこ試合はできるんじゃないかなと、まあ、ちょっとね、シュート3本そうですね、こんな感じです。またなんかいろいろやっていければと思いますので、まあ、不慣れなところもあると思うんですけども、まあ、皆さん楽しんでいただければなと思います。じゃあ今日はここまでで、またよろしくお願いします。